こんにちは、ダイスです。今回はポケットモンスタースカーレットバイオレットの最新情報です。内容は入学のしおりです。こちらはポケモン公式からメールで届いたものです。届いてるという方も多いと思います。今回の動画に関しては届いた入学のしおりを確認していきたいと思います。入学のしおりの内容の中には公式からの課題もありますので最後まで見てくださると嬉しいです。それでは見ていきましょう。 入学のしおりには、ポケモントレーナーの皆様へ、オレンジアカデミー、グレープアカデミーへの入学についてご案内します。ご入学にあたり、次のことを済ませてください。1、ポケットモンスター、スカーレットバイオレットの予約。2、ニンテンドースイッチ本体の用意。3、パルデア地方で発見されたポケモンについて学ぶというふうになっています。続いては目次です。1、ポケモントレーナーの皆様へ、 そして2つ目、ご入学の準備について、3つ目、自由な冒険に飛び出すために、4つ目、学校紹介、5つ目、先生紹介、6つ目、課外授業について、7つ目、パルデア地方について、8つ目、課題という風になっています。1、ポケモントレーナーの皆様へ、オレンジアカデミー、グレープアカデミーへの ごご入学についいてご案内いたしままますす皆さんこれから課外授業が始まりますテーマは宝探しパルデア中を旅して見分を深めていただきたい豊かな自然豊かな文化暮らしているポケモンたちたくさんの人々どこへ行き誰と出会い何をなすのかそれぞれがそれぞれのポケモンたちと共に歩き共に考え共に感じ自分だけの宝物を見つけてください宝探し開始です アカデミー校長クラベルということで1のポケモントレーナーの皆様へは PV 上でもあったクラベル校長からのお話が書いてありました2ご入学の準備についてこちらはご三家の3体最初のポケモンの3匹を調べておくという内容とスマホロトムについての内容です最初のポケモンのご三家に関しては名前とタイプ高さや重さ 特性についてやポケモンに関しての特徴についての記事になっていました。ちなみにこちらがニャオハです。続いてホゲータの内容、そしてクワッスの内容というふうに内容としては公式ホームページにも載っている特徴などが書かれています。続いては冒険の必需品スマホロトムについてです。 パルデア地方の旅の必需品であるスマホロトムは冒険に役立つたくさんの便利なアプリや機能がありますポケモン図鑑はスマホロトムの中にアプリとして搭載されていてポケモン図鑑のアプリ以外にもマップアプリと呼ばれる地図アプリがありますマップアプリはパルデア地方全土の地図が登録されていて自分の現在地はもちろん近くの街やポケモンセンターの位置 周囲にいる野生のポケモンなど様々なことを確認することができます。続いては3番自由な冒険に飛び出すためにの内容です。伝説のポケモンに乗る準備を整えましょう。ポケモントレーナーの皆様は伝説のポケモンに乗ってこの広いパルデア地方を隅々まで一緒に冒険することができます。大草原や砂漠を全速力で駆け抜け水上を自由に進み、 崖を登り丘を越え山頂から一気に滑空するオープンワールドならではの爽快で開放感たっぷりな冒険を堪能してみましょう伝説のポケモンとともにさまざまなポケモンや人々と出会いその先に待ち受けるパルデア地方の謎に迫りましょう次に伝説のポケモンについて知りましょうここからはコライドンとミライドンのライド形態についての話がありました コライドンでは疾走形態。ミライドンではドライブモード。コライドンでは UA 形態。ミライドンではフロートモード。コライドンでは滑空形態。ミライドンではグライドモード。といったように、今作の伝説のポケモン2体では、ライドのモードの呼び方も違うというふうな内容になっています。続いては4番、学校の紹介。 オレンジアカデミーグレープアカデミーは仲間やポケモンそして新しい自分と出会えるパルデア地方最古の学校ですパルデア地方の中央にはこの地方最大の都市であるテーブルシティがありますそこには世界でも有数の歴史がある学校がありさまざまな地方からさまざまな人々が通い学び合ったりポケモンバトルをしたり切磋琢磨しています 入学する年齢は不問で子供から大人まで幅広い年齢層の生徒が授業を受けていて、そのほとんどがポケモンに関する授業です。中にはポケモンと一緒に受けられるものもあるようです。ご入学いただく学校によって学校の名前や交渉、制服などが異なります。ここに関しては、オレンジアカデミーがスカーレット。 ブレープアカデミーがバイオレットで分かれているという内容も一文に凝縮されて書いてありました続いては校長のご紹介ということでクラベル先生がここで書いてありその後も担任の先生のジニア先生についてが書かれていました今更ですがパルデア地方最大の学校ということなのでジニア先生の他にも先生が いると思うのですがその方については今まで登場人物としての話も出てきてないですよねなので他の先生がいるとしたらポケモンのゲーム本編の中で初めて出会うっていう感じになるんじゃないかなと思います6つ目は課外授業についてですここに出てくる文章の内容についてお話ししていくとネモ、ペパ、ー、ボタンなど一緒に切磋琢磨していく仲間たち さらにポケモンの生態やバトルの知識などいろいろなことを教えてくれる個性豊かな先生たちというふうな言い回しになっているのでやっぱりジニア先生以外にも先生がいると思われますし出てくるんじゃないかという感じですね7つ目パルデア地方についてこちらの項目にはスカーレット・バイオレットの舞台となるパルデア地方についてのお話とパルデア地方に住んでいる新ポケモンについての 説明が書いてあるという感じになってます。入学のしおりに載っている新ポケモンは、ミリーブ、パモ、パピモッチ、ガケガニ、パルデアの姿のウパー、スカーレット限定のグレーンアルマ、バイオレット限定のソーフレイズ、そしてウミディグダ。このポケモンたちだけ記載があったという感じです。最近公開になった新ポケについては、入学のしおりの中には登場していませんでした。 最後に公式からの課題です。こちら入学に関しての課題という感じになっている内容です。内容としては入学までに以下の課題を完了させてください。問1、問2は入学のしおりの中に答えがあります。問3の答えはポケモンセンターオンラインのページで答え合わせをしましょうという内容です。まずは問1、以下のポケモンの名前を答えてください。 一番左から答えは、ホゲえた。そして、タも。真ん中が、ガケガニ続いて、ソーブレイズ。最後が、ミディグダという感じの問題になっていました。続いては、問2です。問い スマホロトムの機能について適切な語句を回答してくださいということで A と B の文字を入れるという感じでしたこちらの答えに関して言ってしまうと A がえ地図のアプリのことなのでマップアプリ B が周囲にいる野生のポケモンっていう感じになってますねそして最後の問いさんに関してはポケモンセンターオンラインで予約をした場合正しいものを 以下より選選んでくださいといいとう選択式になっていました A がポケモンセンターの早期購入特典についてそして B が早期購入特典のプロモカードピカチュウがもらえるという内容そして C が特別なデザインの放送箱でお届けという風な内容です選択肢が ABC っていう風にありましてここについてポケモンセンターオンラインで答えを探すという感じになってます 内容としては入学に関しての、まあ、注意事項だったりなのかなと思っていましたがポケモンスカーレット・バイオレットに関する内容の問題だったりとか実際にスカーレット・バイオレットの中ではまず主人公は学校に入学するというところから物語が全てスタートするのでパルデア地方のオレンジアカデミーやグレープアカデミーへの入学に関するしおりとして送られてきたという内容ですね。 確かポケモン過去作もこんな感じのメールって送られてきてたと思うんですけど「入学のしおり」っていう名前で送られてきたのはなかった気がするので斬新な送り方だなと思いました届いたっていう方も多いと思うんですがまだ見てなかった方は是非メールチェックしてみてくださいということで今回は公式から送られてきた入学のしおりについての動画でしたよかったらチャンネルのご登録高評価コメントよろしくお願いします 最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、See you